その押入れっていうことでねもの物の断捨離っていうことで、あのー、展開してきたんですけどちょっと話の角度を変えて、はい、情報とかね、はい、思考とかそういうところでも同じような現象が起きてるんじゃないかなっていう風に考えてみようかと思うんですけれどそうですね私たち一言で「思考」って言うけれども、はいはい、実は2種類ある。はいうん、感覚的な、はい 思ああ思考考反射的な思考ですよね、はい、それから長期的になし手に立って検証していく、はい、まあ考察していく、はい、この2本立ての思考を私たちは持っているこの2本立ての思考はそれぞれ機能するねどちらも機能させていくと思考というものがこう、はい、より俯瞰的であり、はい、より考察的である、はいうん、という 風に思考をね、促していけると思うんですね。で、例えばね、まあ、これいらないや、これ邪魔だや、見たくないやって、はい、押し入れに。突っ込んでしまうのは、はい、まあ、感覚的というか、反射的な思考ですよね。はいはい、でその、それは。ある意味、その時には有効ですよね。<ー>ただ、それを忘れてしまって、うんはい、その後の思考を。深めることをしなかった。はい、なぜ。これを、ここに、はい。 押しし込めたまま放置しているんだろうかっていう、はいうん、そのやははり検証は必要でですよねそのこの両方をうまく機能させていく必要があるので、うんはい、まず私たちが気がつかなくてはならないのは、はい、この感覚的反射的な思考に終始していないだろうか、はい、そこだけで終わらせていないだろうか、はい、その後に続く自分の思考を深めていくということを、はい それこそ無意識のうちに放棄していないだろうかって、はい、考え直していくことが必要なんですよね、はい、で、こういうことをですね私はの学生時代にヨガにヨガ道場に行った時に、はい、ヨガの先生にまずこう言われたんですよね、はい、信じるな疑うな確かめよそうですね信じ、もう、はい、闇雲に私たちの周りにあふれる情報を信じてはいけない、はい、でも 闇雲に疑うのも偏りがある、はい、だから確かめよって言われたんですよねよ、うん、でもそこで私は大きなクエスチョンマークなんですよね、はい、どうやって確かめるんだろうそ,そうですよね,ね確かめようがないこと結構ありますよねほとんどが確かめようがないんですよね <laughs> じゃあ確かめようがないので私はその時こういう一つの結論を導き出したんですね、はい、確かめようがないからこそ自分が信じた ここととにに対対ししててて、はい、あるいいいは疑っっったた自分でで責任を取ればいいって思ったんですん私が信じたわけだから、はい、私が疑ったわけだから、はい、そして誰かのせいにね「あなたがそう言ったから私それ信じやってひどい目にあったのよ」はい、じゃなくて「はいえー、であなたのことを疑って結果環境損なったから、うん、どうしよう」ではなく「うんうん、信じたのも疑ったのも私、うん だから、うん、そのそこれによってもたされた結果は引き受けよう、うん、これが確かめることだなって転換したいんですよねでもそれで随分自分の思考っていうのはね楽になったんだけど、うんはい、現実的に確かめられないことばかりであるっていうことはね、はい、変わりはない。だからせめて 確かめられることは確かめていこうというスタンスと、うんうん、確かめられないことに対してはどういう位置取りを取っていこうかというのは、うんうん、その両方のバランスを取ってきたんですよね。<ー>で押し入れがもし自分の感覚的反射的な思考の結果でこうなってるんだったら、はいはい、それを全部出していって検証していく。はいはい いいトレーニングの場所であると思ってるんですよ確かめよのトレーニングね。確かめられるわけですよ確かにあの芸能スキャンダルの真相はわからないけど自分ちの押し入れの状況はわかりますねなんか出せばいいんだから芸能スキャンダルでありまあ政治的なスキャンダルでああり本当に確かめようがない自分が直接見聞きしたことではないわけで確かめようのないことに対してはまあニュートラルのスタンスで いおうという、うんですよね、はい、でもあの私もあの俗っぽい人間なので非常に興味ありますよ <laughs> もう本当のことは何なんだろう知りたいなって欲求も,もちろんありますけどそれに対してわからないんだから、はい、それにこう下り顔でね、はい、自分の考えを述べるってことは 一切控えてますよね。ねでも感情的には思ってますよ。短絡的な思考でね。はい、<laughs> あ、そうなんだやっぱりとかね。<laughs> いろんな思いはありますけどね。これは、ね、でもそれは楽しめることですよね。うん、まあ私たちはこう情報がいっぱいありすぎて、はい、精査検証が難しい世界に生きているからこそ。はい 検証できるところは検証していこうっていうスタンスはね忘れたくないな、ね、と思ってますね、うん。なんかそこを忘れると印象だけでこう物事が語られてしまって、なんかまあ最近ポスト真実なんていう言葉もね,ね、うん、よく言われてましたけど、まあ、でそういう情報がこう簡単に飛び交うような世界ですよね。うんうん、あ,あそういう環境に SNS でね、うん、誰もが発信できるようになっているので、うん、これはちょっと恐ろしいかなとは思ってるんですけど。うんうん それとうまく付き合う意味でもね大切なことだと思うんですが今ねその情報とか思考とかそういう話投資入れという話になってるけどこれ簡単なこと一言で言言うとね私は思い込みといいうう言葉を使んですねろんな情報が提供される私たちはそこでその情報で思い込むわけです。その思い込みが すすべて思い込みなんですよ、うん、実はね、うん、それが自分によりよく機能する思い込みと、はい、自分を損なうような思い込みがある、はい、そこの精査が実は一番必要でね、はい、この思い込みによって自分はよりよく人生を歩める、はい、いやこの思い込みを持っているために自分をこう封じ込めてるみたいなね、はい、そんな中にいるわけですよね。はい、だからそこの トレーニングですねそこを見分けるトレーニングが実は押し入れできるあ<ー>だって短絡的、はい、反射的な思考の結果がそこに詰まってるわけだからそれ、はい、はいかに現状を認識するかですよね、うんうん、で現状を認識した上で現状を分析していくというね、はいえー 考察していくっていう思考を促し現状の問題を解決していこうという常にそれをしているわけですそれを押し入れでやるかね基地のあの引き出しでやるかそれこそお財布の中でやるかフィールド場所が違うだけで物が違ってくるだけでやってることは一緒ですね問題解決ですで、問題解決をするには問題を認識する必要があるで、ところが押し入れは隠しちゃって見えなくしているから っていう話でそこが明らかになるっていうことが一番こう結果的に早いんですよねただ隠したいことを隠してるわけだから見たくないものがゾロゾロと出てくるというねちょっとそこでこう泣けてきたりねはしますよね先生と初めてご一緒させていただいたこの新片付け術談社りっていう本の中でね結構印象的な押し入れのエピソードが出てまして 30代の独身の女性の方が押し入れの片隅に置きっぱなしのまま忘れていた段ボールの箱が一箱あったと。うんはい、でそれをまあセミナーを受けて先生の、はい、でそれを引っ張り出してみるとその中には恋愛小説の類がいっぱい入ってたんですって。うん、であの多分勉強 が結構お好きな方で普段その社会科学系の本とかっていうのはあの多分見えるところにいっぱい置いてたのを、うん、まあでもそれはあこれはいるいらないっていうのが結構普段はできていたのに、うん、その押し入れの中にはその恋愛小説が山盛りだったと見えなくしてあって置いてあった半年間ぐらい段ボールに詰まったまま放置していてたということですよですねしかもなんか成就しない恋愛ばっかりだったっていう,う,うの、ね、内容が、うん 後で気が付いてみるとあの素敵なロマンスの恋愛小説じゃなくて、はい、残念ながらという結果の恋愛小説ばっかりだったんからまあそれが実際その彼女の,、うん、あの置かれてる状況というかうまああまり上、ね、うまくいかなかった恋愛ばっかりが多くてそ,<う>それが自分の潜在意識の中にあの結婚っていうのも否定している、うんうん、そういう自分がその、うん ダンボールのの本中に投影されててるっいう話でしたよね残念ながら彼女の恋愛はいわゆる成就する形には絶対なり得ないようなシチュエーションを繰り返していた自分がいたわけですよね。でその写しとして成就しない恋愛小説はかこう箱に入れたままダンボールに入れたまましかも押し入れに入れたまま見て見ないふりをしてる。 そういうことにも気がつかず、うん、気がつかずってい,、ね、いうところでしたね。うん、で、まあ結局すぐにその段ボール一箱分の本は断捨離されたそうで、うで,、ね、でもう結婚をね、どっかで潜在意識で拒否してたんだけれども、うん、それをもう拒否しないわっていう自分となってハンドルを方向転換できたっていう話でしたね。まあ、あのこんな本を無意識のうちに溜め込んでいた自分に気がつき、はい、それを断捨離することによって。 無意識に結婚は自分の結婚は自分の恋愛は結婚という形では絶対成就しないんだっていう、うん、思いを手放すという意図意思に変えたんですよね断捨離することでその行動で宣言をしたっていうことですね、うんうん、で実は彼女は結婚してえそうなんですか40過ぎですね<ー>40を超え で、結婚して今、赤ちゃんも。あ、そう。赤ちゃんもいるんです。うん。いや、うん、人生変えられました、ね。うん、そうです。いや,いや、私が変えたんじゃないです。<laughs> 本当に私が変えたんじゃなくて。彼女が、見て見ないふりをしていた、自分の潜在意識を。押し入れに溜め込んだ。本で、気がつき、つまり現状をきちんと認識し、うん、行動を起こしたからです。<ー>うん、dvd 付き、断捨離入門講座は。アマゾンや。 書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報は ここからゲットしてくださいね。